しゅにょきニワトリプロダクション。ニワッチ、どうもニワトリの中身です。今回はね、非常に大きなねアジが手に入ったので、めちゃくちゃでかいですね。もう僕の手より全然でかいですからね、これ。なんかもうサバみたい。まあそんなねでかいアジが200円でね手に入ったんで、今回はね、まあお刺身ばっかりね作っててもつまんないんで、今回は巨大なねアジフライを作ってみたいと思います。はい、まあまずね、最初にアジをさばくよりも先にね、タルタルソースを作りたいと思います。じゃあまあね、タルタルソースを作るためにね、まずゆで卵を作るんですけどもね、最近ねちょっとゆで卵の作り方を確立してきましたね。っていうかもう今までいろんなね案を出していただいたのをね全部足しただけなんですけどね、まず水の中に酢をねちょっと、まあ、適当にね入れます。まあ、酢を入れることによって卵がね茹でてる時に割れてもね固めてくれるんでね、ぐちゃっと出てこないということですね。でまあ卵のこう底の辺をねスプーンで結構割っちゃうんですね。でお水の時から入れますね。もう沸騰してから入れたらダメですね。結構強めにいっちゃいますね。そしたら中火で沸騰するまで、沸騰したら弱火で、まあ、あとはねお好みの硬さになるように茹でてください。今回はね、固ゆでですけどね。はい、それではね、おろしていきたいと思いますけども、まあ、アジフライなんでね、3枚じゃなくて、2枚おろしっていうんですか。まあ、僕ね、3枚は結構何回かやってるんで、まあ、なんとかなるんですけど、2枚おろしはね、結構あんまやらないんで、成功するかちょっとドキドキですけどね。で、まあ、いつもはね、刺身とかにするなら、このゼイゴ取らないんですけど、皮引くんでね。今回は、ちゃんとね、このゼイゴも取りましょう。ということで、まず最初にこのね、ゼイゴ。すごいですね。このアジってこれ何なんでしょうね。めちゃめちゃ硬いし、鋭利なんですよね。だから手をグーっていったらもう、多分すごい痛いことになると思うんですけども、まあ、そこをね、包丁で、こう、削いでいくんですけどね。もう魚体がでかいから、ゼイゴもでかいよね。恐ろしいね。これ非常にねもう引っかかるし怖いね。ということでこれをまあ両面ね取ります。でまあなんか忘れてたんですけどね、その前にまず鱗をね、まあ、ついてたらちょっと取ってやってっていう話でしたね。まあ、普通のねアジならちっちゃいんでそんな気にならないと思うんですけど、これでかいんでね、鱗も。そしたらね次は頭をね落とします。こう胸びれのところにねこう斜めにガンと、はい、はい、頭がね取れました。そしたら、お腹のね中の内臓をちょっとかき出してやりますね。まあ、3枚ならねこうお尻からこう開いてもいいんですけどね、今回は2枚なんで、あんまりお腹を開くと割れちゃうんでね。したら洗いましょう。はい、そしたらね、背開きにするんで、このねヒレの上にね包丁を入れます。でまあ大体真ん中まで包丁を入れて、で今度はねこの腹のところにね骨があるんですけど、それに沿って包丁をねちょっと入れてやるということなんですけどね。この辺からちょっと怪しくなりますけど、僕はね初体験というか未知の領域ですね。でここね切っちゃうとねダメなんで、ここはつなげといてね、尻尾は、うん、こんな、うんかな、うん。そしたらねこっちにでかい骨がついてるんで、今度は逆さにしてね、こっちにも背びれのね上に包丁を入れて、お開いた方がいいかな、うん、でかいクランチとやりにくいな、もうちょっと開いた方がいいかな。内臓の卵かな、これ
本当にでかいねこれね。うん、ここら辺が、そしたらね、この辺で断ち切るって書いてあったんだけど、むずいな。こうか。買って。やっぱでかいからさ。うわ。痛い痛い。もう買ってこれ。うわ。はい。骨が取れました。どうだろう。でかいね。うん、まあなんかちょっと骨残ってるけどねこれ。いいのか。しゃあないね。そしたらねちょっと腹骨をついて、ちょっとね鍋が沸騰してきたんで弱火にしてね卵を入れますけどね。切っちゃうともうね、分かれちゃうんだよね、ここで。そうは言っても、そうは言っても。これでいいのかな。しかし、この真ん中のでかい骨がすごい気になるけどね。これはいいんだろうか。あんま良くない気がするね。そしたら、このね、胸びれも結構あれらしいんで、こうしてなんか、長いな、胸びれもな。引っ張るって書いてあったんだよな。取れるのこれ。うっ、おう、これで骨も取れるのかな。あ、ちょっと待って、これ全部いくんじゃないかこれ。まあ待ってください、これ身までいっちゃうじゃん。もういいや、しゃあない。ああ失敗ですね、分かれちゃいましたね。これむずいね。骨がでかいからなのかな。まあ、あげるときにね、ちょっと、形を整えれば、なんとかなるんじゃないかな。まあ、失敗しましたけどね。二枚おろしは終わりです。で、まあ、抜かなくてもいいんですけど、骨でかいんでね、抜いちゃいましょう、これ。骨を。で、軽くね、ちょっと塩コショウ。じゃあまあこれであとはね揚げるだけです。はい、でね、まあ茹で上がったらすぐにね冷たい水に入れて急速冷凍ですね。でまあね冷えたら剥いていきましょう。水に当てながらね、ピリピリ。結局この薄皮さえね最初に取れれば割とねつるっと剥けるんですけどね。はい、こんな感じで綺麗に茹でましたね。じゃあね、今回は非常に簡単なタルタルソースにしましょう。まあ、卵はね、適当にも手で潰してもいいんですけどね。で、他の具材としてはね、こちらの、ピクルス入れましょう。いや、本当にピクルスが入ると美味しいですからね。適当に刻んで卵に入れてマヨネーズをブチューっと、胡椒入れていきましょうね。タルタルソースの完成です。まあ本当はね玉ねぎとかも入れた方がいいんでしょうけどね、今回はもうメインはフライなんでいいです。さあそれではね、あとは衣をつけてね揚げていきたいと思いますので、まずねバッター液を作りましょう。卵と、水を
少々入れ混ぜて、でそこに小麦粉をねちょうどいいぐらいになるように混ぜましょう。こんなもんかな、うん、はい。そしたらアジを投入、お茶。いやでもね、この2枚おろしに失敗したのがちょっと畜生って感じですね。はい、そしたらペッペと土砂でね、たっぷりと衣をつけたらもうあとは揚げるだけです。はい、それではね170度ぐらいでね揚げていきたいと思います。今回ちょっとでかいんでね、フライパンでやりますけど入るかしら。ゴー、あっつ指に当たってた。ちょっと曲がっちゃってる、曲がっちゃってる、曲がらないで、癖がついちゃう、癖が、そういう悪い癖はいけない、左曲がりになっちゃう、うん、でまああとはねいい色になるまで焼けば、焼けたよ、揚げれば OK なんですけどね、ひっくり返すの大変だな。はい、ということでね、100均で買ってきましたトングね、まあ、ちっちゃいしね、ここがなんか前のと違ってくるっとなってないんで洗いやすいですよね。今だいたい220度まで耐えられるらしいんで、まあ大丈夫でしょう。ちょっとひっくり返そうか、よいしょ。お、あ、いいですね、便利ですね。ほんと100均って調理器具もめっちゃ揃ってるよね、ほんと優秀だと思う。この新しく買ったね、このちっちゃめのバットも100均だし、まあ、こんなもんかな。まあね、生でも別にアジ食べられるんだよね。お、いいぞ、よしよし。あとはちょっとね油を切ってあげればね、あとは盛り付けて完成ですね。はい、それではね盛り付けていきましょう。こちらね、キャベツを山盛り盛りました。でまあ、キャベツとタルタルソースはあんまり合いそうにないんで、キャベツにはこちらのねカゴメウスターソースをちょっとかけておきましょうね。ちょろ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 。そしたらこちらのね巨大な、まあ、尻尾取れそうだけどね、尻尾取れるわこれ持てない、巨大なねアジフライを乗せて、でかいね。で作っておいたねこちらのタルタルソースを、まあ、好きなだけねかけてくださいっていう話ですよ。どうしよう、もうかけた方がいいかな、ドバーなんかすごい大食いメニューみたいなね。あほん、はい、これでね、巨大アジフライ完成でございます。それでは実食。はい、それではねこちらのね巨大アジフライ食べていきたいと思いますね。いや本当にでかいね、大変だわ俺。でまあね、もう切れちゃってるんで逆にねそれが食べやすいかなって思いますね。サクサクと、まあ身もねホロホロだから簡単にね割れますね。やっぱ骨がないからいいよね、食べやすくて。はい、たっぷりタルタルを乗せていただきます。うん、うん、もうアジとは思えない食べ応えですね。めちゃくちゃでかい、普通にタラとかなんかそんな感じぐらいの身の厚さがありますね。でまあタルタルソースがねいい仕事しますよ本当に。具材もねゴロゴロ入ってるんでね、食感もいいですし、ちゃんとね中骨も骨抜きでね抜いといてんで全くね骨が気にならないですね。本当にそれがいいね、食べやすい。はい、ごちそうさまでした。まあね、この部分、尻尾のね、付け根はね、骨がでかすぎて、文字通りね、歯が立たなかったんで、さすがにこれはね、ちょっと残しますけどね。まあ非常にね、食べ応えのある、まあアジとは思えない食い応えでしたね。でまあね、アジは、もう一年中ね、スーパーとかで売ってますしね。でまあ2枚おろしがちょっと自信ないなって人は、普通にね、3枚おろしでも、まあ、3枚おろしの方がね、多分見栄えは2枚だけど、食べやすさはやっぱね、小分けにしてある3枚の方が、食べやすいとは思いますけどね。でまあスーパーとかもおろしてあるのね売ってたりするんでね、まあ、それを買えばさらに手軽にね作れると思います。でまあさらに言うと、まあ
揚げるのがねちょっとっていう人はもうしょうがないですね。惣菜に行って、まあ、あればねアジフライ買えばいいと思いますね。その場合はまあタルタルソースだけでもちょっとね作ってかけてね食べてみてはいかがでしょうか。本当にタルタルソースは美味しいです。はい、そんな感じで、それではバイバーイ。にわっち米返しコーナー、いいこと考えるなぁ。ほんと、にわの地頭では出てこない考えにはピストン運動？にわさんのエッチでもこれ正真正銘ピストン運動なんだよな。ウィーン買った方が楽、ウィーン関係楽団、あんま大きいとこの動作がきつくなるのでは。確かに。おお、ふわふわスフレオムレツやホットケーキ作ろう。天使のホットケーキ簡単に作れるのはいいかもしれないにはね。炊飯器持ってたんか悪い。そら炊飯器はあるけど、今回のも鍋炊飯だぞ。そこはモンサンミッシェルオムレツとかメレンゲクッキーとかウフアラネージュとか、ウフンアラネージュ？なんかエッチには。負傷兵の口をメレンゲでゆすいでいたナイチンゲールに教えたい。生臭そう。これ買ってもすぐ使わなくなりそう。そしたら本来の用途で使うか綿棒入れにしよう。かっこ提案。焼かないよ。なんで卵焼きって言ったんやろ。半分も多いと思うんですが、多かったにはね。竹串乱舞が気になる。実は TKG と一緒にうなぎ食べてたから。ホイップルンは滅びぬ、何度でも蘇るさ。単純な構造ゆえの丈夫さ。手動ハンディミキサー使ってみよう。はえー、そんなんもあるにはね。泡立て器の方が楽ぞ。泡立て器でやろうと思ったら相当きついんだよな。100円でできるっていうのがいいんだから、電動うんぬんはいいっこなしだ。電動は音がうるさいにはしねえ。作ってる間に食べる量のカロリー分くらい運動できそう。残念ながら生クリーム系のカロリーは 100ml で 300kcal とかには、そこに砂糖結構入れるし、ぐえー。生クリーム製作用に作って、会社に行ってもダメか。ネットで話題になればワンチャン。構造は簡単だから自作してしまうのもって。ニワはそういう能力も工具もないんごからね。次は手作りバターやな。え、バターって手作りできるの？題名入れるために引きで取ってるから肝心な料理が小さいわ。特にイワシのすじめ貝、なんか全体が映ってないと不安になるんごね。マニュアルは手動、フォーカスはカメラの焦点、つまり手動でピントを合わせること。あんま高いやつじゃないから自動化ライブビューコントロールってのしかないんごね。前回の動画を宣伝してくれた方々、ピクシブファンボックスで支援してくれている足長美少女の皆様、それではまた次回、バイバーイ。にわっ